Video Diary October the 31st 2017 by Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan Video 日誌2017年10月31日林博です。おはようございます。先ほどまでワイフと20分ぐらいかな、こんな話をしていました。いつもの話なんですけどもね、2016年の11月28日のあの事件ということになります。まあ、その事件についてだけの話をここでは、まあ、なんて言いますか、範囲を狭めて話したいと思うんですけども、まあ、ワイフと話になったのはですね、たまたま私がぼんやりと外のね、陽光、白い陽光を見ているときにですね、まあ、そのテーブルの上に、まあ、何かあったんですけども、そのテーブルの上にあった何かがですね、周りがずっとこう銀の縁取りがあったんですね。で、と思って見ていたんですけども、それはよく見ますと細かいって言いますが毛なんですよね。で、何だったかなと、それにして思い出せないんですけどもね、要するにその例えば手袋のようなものなんですよね。で、それが あって、それがその周りがその毛糸のね、細かい毛が出てるもんですから、それがそのちょうど庭の向こうにある朝の陽光を浴びてですね、ちょうど輪郭の部分がスーッとこう白く見えたんですよね。で、それでその話になったんですけども、いわゆるまあ銀の縁取りといいますかね、シルバーライニングって言うんですけどもね、それがあったもんですから、と思ってね、見てて、それでその話になったんですけども、2016年の11月28日に突然ね、まあ本当に大きな声で今行くよって呼び出されて、庭へ出て午前6時10分か15分ぐらい前前後ですけどもね、時刻は正確ではありませんけども、もうなんて言いますか、雨雲というよりももう暑い雲に覆われて、まあ曇天ですよね。で、下の何て言いますか、地表面はまだ夜だったという感じです。周りの木々はね、真っ黒というか夜だったんですよね。それで私は外へ出て、まあUFO、 V 字型のね UFO を見たというよりも、見せてもらったというよりも、見せつけられたという感じなんですよね。で、その時に私は裏側の北側の方へ出たんですけどもね、あの時に南側へ出ていれば、南側のね、沿岸の方へ出ていれば、部屋からね、まあ、目の前にそれを見せつけられたということになったんじゃないかなと思いますけども、ともかくもその11月28日の朝ですよね、その時に、まあ、巨大な V 字型 UFO を、まあ私の立場からすれば見たということになるわけですよね。で、その UFO の話になりましてね、ぼんやりとそれを考えてまして、というのはですね、いろんなふうにまあ角度を変えてもですね、まあ、銀の縁取りというよりも銀ではないんですよね。やや緑っぽいと言いますか、まあ綺麗な緑と言いますかね、青い、薄い青い色の細いその縁取りがどの角度から見ても外縁部に見えていたわけです。で、 UFO 本体は、私は漆黒という言葉を使ってますけども、何かしらね、漆黒という言葉が最近安易に世間では使われているように思う、UFO を表現するときにね、使われているように思いますけども、漆黒という漆黒でもないんですよね。黒じゃないんですよ。とにかく反射光のない黒と言いますかね、全ての色を吸い込むかのような、あるいは
見ている私の方がこう吸い込まれていく、まあ、そこまでその実感的なものじゃありませんけども、そうした光をすべて吸い込んでしまって、私時々言うんですけども、まあ、写真に例えて言うならばですね、まあ、穴を開けて切り抜いたような感じで黒なんですよね、はい、ですからもちろん地表面は、ね、夜ですから反射光というものはなかったのは当然なんですけども、炭のように黒いというのとまた違うんですよ。炭でも、ね、よくその後改めてね、まあ、見直してみたことがよくあるんですけども、バーベキューで使うような炭ね、まあ、あれも黒いとはよく言いますけども、炭だって反射光ありますからね。いわゆる黒い乗用車、車だって反射光ありますからね。ですからそういった反射光がないわけです。全くないんです。そして周りは綺麗なその縁取りですよね。シルバーライニング、シルバーではないんですけども、とにかく細い、もう線があるかないかということを見分けるギリギリのラインですよね。ものすごく綺麗でしたね。ですから私の第一印象はクリアだな、綺麗だなっていう印象ですね。そしてもう一つ思ったのは、黒がこんなに美しいのかと思ったのも記憶のどこかにありますね。そしてもう一つ思ったのは、これならば真夜中でもさらに全くですよ、全く光のない真夜中でも綺麗に見えるだろうなっていうふうには思ったですね、その時にね。それは覚えてます。でその漆黒っていう言い方ね、V 字型の UFO ですけども、その周りを綺麗なそのなんて言いますか、シルバーライニングですよね、が取り囲んでいたと。それがこのどの角度から、まあ、ゆっくりとね、初めホバリング状態だったんですけども、それがこうゆっくりと、まあ、なんて言いますか、前方にこう傾くように回転し始めたんですけども、回転がゆっくりですよ、そんなくるくる回る回転じゃないんですけども、スワーッというような感じで動き始めたんですけども、その時もどの角度から見てもそのシルバーラーニングが最も外縁部を取り囲んでいたということですよね。でそれを今朝、まあ、朝起きてぼんやりと朝の陽光をね、白い横を見ていましたら、テーブルの上にね、何かあった、なんだろうな、帽子でもない、何かあった、それが思い出せないのが私の最近のボケ老人の始まりなんですけどもね、何かを見ていて、その自分の顔をね、少し動かしたような感じで、まあ、どの角度でもこれならば、周りがね、輪郭線に沿って、周りがどの角度から見ても光るんだな、なんてぼんやりとそんなこと考えてたんですけども、そういう感じだったんですね。でひょっちゃそうすると、去年の11月28日に私が見せてもらった、あるいは見せつけられたUFO というのは、全体を細いその毛のようなもので取り囲まれていたのかなというふうにも考えたんですよね。それでその話になったわけですけども、しかしそれもないだろうとね。そしたらその黒い機体の部分はどうなんだということになりますし、その向こうに光がないと、まあ、ほんのりとって言いますかね、庭を歩く程度には庭が見ほぼなんとなくぼんやりと見える程度には明るかったんですけどもね。ですからライトは持っていきませんでしたし、つまずくこともありませんでしたからね。朝は朝なんですよね。そういう状況ですから、曇天のその光を受けてですね、その、UFO の周りを取り囲んでいる細いって言いますか、まあ、短いというかね、その毛のようなものがそういうふうに光ったのかなと思うんですけども、それにしてもおかしいんですよね。そうであるならば、その向こうの光よりも輝くということはないんですよね、多分。例えば今日朝見たのは、庭の陽光を浴びて、そしてその私とその陽光の間にあるですね、そのテーブルの上のあるものがですね、輪郭がスーッとこう綺麗に見えたということは、向こうの光よりは明るくはならないはずですよね、陽光よりは。
いわゆるまあ、なんて言いますか、その細い、細いと言いますか、短い毛の中で乱反射を起こして、それが私の目の中に飛び込んできたわけですからね。それで、まあ、それではないと。というのはですね、後で、ワイフが後で、だって部屋へ帰るとね、ワイフがどんなものだったか書いてみてって言った時までぐらいまで、まあ、時間的には5分、10分前後ですけども、その見終わってからね、頭の中にもうそれがもう鮮明に出ますかね。よく例えて言うならばですね、目の前で誰かがカメラでストロボ焚いて写真撮りますよね。そうしますと頭の中にその光の残像が残りますよね。ピカッて光った、ああいう感じで頭の中に極めて鮮明に残っていたんですよね、その残像のようなものがね。ですからワイフにその絵を描くときは本当に苦労しなくて、まだ頭の中に焼き付いてるっていう感じで、その形が見えていたわけです。見えていたということはもう焼き付いてましたね。それでその絵を描いたわけですけども、その時に気がついたのかな、その周りをその光が取り囲んでいたと。で、私はワイフにその前に言ったと思うんですけども、すごくクリアだったという言葉をワイフに言ったですよね。で、私、時々その後、ね、あの時僕、すごくクリアだって言ったよねって言ったら、うん、そう言ったって言って、ワイフを読むんですから、そうなんだよ、この世のものとは思われないほどクリアに見えたんだよってことを、まあ、その後も何度も言った覚えがあるんですけどもね。ということは、まあ、例えて言うならばですね、何かのその皿なら皿でいいんですけども、その皿の周りをですね、細いライトですよね、いわゆる、まあ、ピカピカ光る光じゃないんですよ、ツーンと静まり返った細いライトの縁取りをしたもので取り囲んだもの、皿を見たとしますよね。そうするとそのように見えるのかなというふうにも考えたことありますけども、その太さが、そんなよくね、火星か、まあ、よくというか、その後火星でその撮られた写真の中に出てきた UFO の場合は、そのラインがかなりといいますか、本体の2分の1ぐらいの幅があって、ぐるっと取り囲んでるんですよね。ああいう太さじゃないんですよ、すごい細いんですよ。細いということは、まあ、その時は輪郭があるなんて思う、なんて言いますか、見た瞬間はね、思う余裕もなかったんですけどもね。で、まあ、その後でその輪郭があったんだということが、出ないと説明がつきませんからね。真っ黒だけだったら、真っ黒の空に、まあ、灰色のね、暗い灰色の空に真っ黒の空、物体がね、あったというだけですけど、そういう、黒ではないんですよね。黒というか、そのもう物体ではないんですよね。極めて、なんて言いますか、クリアだったということです。要するに、クリアだったということです。もうはっきりしてたんですよね、輪郭が。ですから、まあ、この世のものとは漏れない美しさだったということは、まあ、時々、後でね、人に話すときにそういう言葉を使うんですけども、そういうことを今朝ね、ぼんやりと考えながら、それでワイフとその会話になったわけです。で、僕がね、見たのは、その、まあ、見せてもらったのは、輪郭がね、そういう風だったよって話をして、だったら毛があったのかねなんて話になって、毛なんかあるわけないしなって話になって、っていうのは毛だったらね、その向こうの光よりは強くは光らないはずですからね。まあ、いろいろ理屈っぽく考えるんですね、私はね。それで、そのまた謎解きが始まっていくわけですけども、まあ、本当にこの世界っていうのは、まあ、特に UFO の世界はそうなんですけども、一つの謎が解けて、またその謎が解けるというかね、まあ、その40年近く前のね、ワイフと2人で見たあの時の V 字型の UFO の謎が、まあ、また見たってことなんですけどもね。で、それで、まあ、1000%エイリアンはいる。エイリアンでなかったら誰が乗ってるかってことになりますからね、その11月28日だけの部分を取り上げてもですよ。そうでしょ？ですから、エイリアンが1000%いるということが分かった。それはアメリカがね、最近開発した飛行機でないことはですね、40年前に私たちは見てるわけですから、40年前には絶対にあの飛行機ありませんでしたからね。ロッキードとかグラマンが作ってるV 字型の乗り物ですよね。はい。ですから、まあ、そうした2つの事実をつなぎ合わせますと、まあ、エイリアンのクラフトだってことは、もうこれは明確ですよね。ということは、まあ、無人機ということもありますけども、ああ、
それにしても無人機ということも考えなくちゃいけないのかな。あるいはそのもう一つ考えられるのは、その UFO のクラフトそのものがですね、まあ生命体であるとというのは大変きめの細かい、というのは向こう側の立場で考えますとね、今行くよって言ったら私の南側の方はですね、まあ斜面になっているわけですよね。ですから相手の側の立場で考えるならば、私に今行くよって声をかけた時には、まあ当然南側の谷の方から私の家の方を向かって行ったわけですよね。がしかし私がもう20歩も歩かないうちに、待っていますか、北側の斜面に出た時に、そして家の外れから出た時にさっと上に来ていたということは、もう大変機敏な動きをした、イコールまあいわゆるまあ飛行機やヘリコプターのようなものではなかったということですよね。もう瞬間にもその何て言いますか、私の動きに合わせて移動したということになりますからね。ということは、それ自体が生命体である可能性もあるのではないのかなということになってきますと、しかし40年前に見たのには窓がありましたからね、同じ形なんですけども、目だったのかなということになりますけども、それが7つ、片方に7つ8つあって、片方にはやっぱり7つ8つあったような感じですからね。ですからワイフも私も7個か8個目ぐらいまでゆっくりと数えてましたからね、同じことしてたんですよ。それも不思議なんですけどもね。で、一つの謎が解けるとまた次の謎が現れるということで、まあめくるめく謎が続くということになってしまうわけですよね。ということで今日は大変こうマイナーな謎について考えてみました。で、まあどうしてというよりも、どうすればそういうそのどの角度から見てもね、最も外縁部にその光の細いシルバーライニング、まあシルバーライニングですよね、のその縁取りが見えるようになるのかなということを、まあ頭の中でくる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 考えたわけですけども、まあ結論を言えばね、私たちの知らないテクノロジーを使ってるなってことに、まあ結論が落ち着いてきたわけですよね。で、まあとなると、でワイフが言うにはね、そのまあその11月28日の事件の後ですけどもね、まあ今日はその11月28日で、まあ2016年に起きた事件についてはもう公表してますのでね、2017年になってからの事件についてはまあ、ちょっとね、あまりにもあまりにもという話だもんですから、続くもんですからね、まあ、それについては合わせて考えることはできま、お話っていうか話すことはできませんけども、要するにワイフが言うにはね、その後、まあいろいろなね V 字型の UFO の写真をですね、あちこちから集めたわけですけども、どれも光ってるんですよね。火星で偶然探査機に撮られた UFO は真っ黒でしたけどもね、少なくとも地球で撮られた V 字型 UFO というのはどれもその光ってるんですよね。ですからワイフが言うにはですよ、まあその光の目的意味は分かりませんけども、要するにあなたに見せるためにそのシールドをですね、まあシールドという言葉は使いませんけども、シールドを消したか、ライトを消したか、あるいは見やすくするためにそういう操作をしたのではないか、あるいはそのクリアなね、ものをね、私にわざわざ見せてくれるためにライトをオフにしたかということをまあ言うわけですけどもね、まあ、確かにあの状況であの状態であれば、私に見せつけるためという言い方はそれほど間違ってはないんじゃないかと思いますね。しかしそれにしてもおかしいんですよね。まあ、その11月28日の部分だけ取り上げても、そんな手の込んだことをする必要はないわけですよ。そこも大きな疑問なんですよね。というのは、もし私に自信を与え、エイリアンはいるんだよ、あなたのやってることは間違ってないんだよってことを
いうためだけだったらそんな手の込んだことしなくても、というのは私はその朝4時半にはもうすでに身支度を整えてね、カメラをぶら下げて待ってたわけですから。でカバンの中にはぎっしりと充電器、あるいはいろんなねカメラも3台、ビデオカメラも3台ね、スチールカメラも3台入れましてね、でまあいろんな他にねもろもろのものを入れて、はい、まあことをしたわけですからね。ですから待ち構えていたわけですよ。そんなことをさせるんじゃなくて、例えばね夜ドライブがてらですね、目の前にボーンと現れてくればそれで済むわけですからね。ですからなぜそんな手の込んだことをしたのかなという部分もまた次の謎へとつながっていくわけですけども、まあそれはですね2017年の事件へとつながっていくわけですけどもね。はい、ということで今日はですね、まあ今朝たまたまこの書斎に入る前にね、そんなことを考えて、まあね、ワイフとの会話でそんな話が出てきましたので、まあそれをその、今ちょうどハドソンバリーに現れた、ここはすごいんですよね、この V 字型の UFO とだけがねもう5000件以上も目撃例が報告されてるんですね。5000件ですよ皆さん。そしてそれぞれの人がもう見たものをこうして懸命に絵に残したり写真にも撮られてるんですね。ちょうど今ですから、まあハドソンバリー、ニューヨークのね北方ですけどもに現れた UFO の、でもねどれとも違うんですよ。これじゃない、私が見たのはね、これじゃない、これでもない、これでもない、まあこれでもないっていうんで、まあこれこの形はこの形です、でもこれでもない、形はこれに近いんですけどもね、これでもない、これでもないというふうにしてまあなってますか、これ形はこれに近いんですけどもね、しかしもっと直線的です。でまあそのまあ、これに似たねアメリカが飛行機を開発しているということで言いますけども、じゃあ40年前にはなかったはずですからね、今のは。ですから人によってはねアメリカの新型の飛行機ではないかなかったのかということを言う人は言いますけども、40年前にはなかったということですね。まあそういうことで今日はそんなことが話題になりましたということで、10月31日、おはようございます。And bye.